英州市は中華人民共和国湖南省に位置する地球市。昭光と昭光の合流地点に位置する。湖南省西南部を占め、関東省、厚生地湾族自治区と境を接する。古くより湖南と高生とを結ぶ交通の要所で、地湾族など南西の異民族、少数民族に対する軍事拠点として重視された。英州が市所に初めて登場するのは、 四季号帝本儀の春南巡守、宝吾総五のの総江波休儀、ゼタメ霊陵という記事にある春三角が葬られたという霊陵である。新代は春を検証し霊陵券が設置された。随代に修正が施行された際に霊陵軍南西部の長山日並、永州総官府が設置され、以降永州の名称が現在まで使用されている。 中華人民共和国が成立すると1949年10月に英州選区が設置され、その後の行政改変を受けて1995年11月21日に地球市として英州市が成立し、現在に至っている。西かつく、一県級、市、七県、一自治県を管轄する。英州選区令両選挙令令地区英州史2007年、春節の帰省シーズンを前に、 バス会社、足立運輸講師がバス料金を6元から10から15元に大幅な値上げを実施した。値上げに反対した市民は3月9日に抗議活動を実施、しかし3月10日に足立運輸側が市民側を脅迫するなどしたため抗議運動が激化、一部は暴徒化し、バスへの放火などエスカレートした。警官隊千人が出動し、鎮圧を図るが暴動は、 市民と警察の衝突へと発展、暴動参加者は2万人へ達し、パトカーへの放火、警察署の窓ガラスの破損などの被害が発生した。3月12日までに暴動は鎮圧されたが、この事件により市民1人が死亡、十数名が負傷した。足立客運は値上げ撤回したが、営業停止処分を受けている。区政府はこの事件を310、 311、事件と称している。大紀元時報コ南省英州で2万人が、暴動警察1000人が鎮圧進化者が報道、コナンで、暴動発生バス値上げに激怒から http コロンスラッシュスラッシュニュース .searchina.nee.jp スラッシュ t i s c p c g i y イコール 2007&d イコール 0314& f イコールナショナル0 3 1 4 0 0 3 s h t m l 新東人日本古南省英州市で、暴動当局は民衆を弾圧、ウェイバックマシンウィキメディアコモンズには英州市に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。